で、いつか喋ってもはい、お願いします。すいません。あそこにいるあれ？あ、お尻が頭隠してですね。あそこにいるおっさんが、はい、その重要人物なんですけど、ケツがですか？ケツが重要人物。ケツ重要人物ですかこれ？そうとは思えないぐらい。お尻がこのまま行っちゃうとちょっとイベント始まっちゃうんで、あ、そうなんですか。ちょっと一回戻ります、ね。はいはい。あ、落ちてる。いろいろで、そうですね。こう建物的にちょっとマップを見てもらうと分かるんですけど、まあ、こういう建物で今ここにいるんですね。で、でこういう、まあ、広間みたいになってるところがあって、あそこにドアが3つあると思うんですけど、あそこから敵が入ってきます。で、まあ、それをこう迎撃するみたいなシチュエーションですね。敵がさっきのお尻のおじさんを捕らえに来るというか、拘束しに来る、まあ、じゃあ重要人物なんですね、はい、本当にので、それを守るっていうシチュエーションです。なるほど。で、まあ、下に広間があって、で、あそこにこう階段が、ここから基本登っていく、はい、左右に分かれてて、両方からあるから、ね、はい、2階がこうぐるっとこう、あ、だ今はキャットウォーク的な感じでこうぐるーっと柳さんにマップを見せてるわけですね。はい、つながってるシチュエーションですね。覚えました。覚えた。記憶しました。はい、どうですか柳さん的にここに入いようかなとか考えありますか？ないです。ないのかい。見せた意味ないじゃんかよ。そしたら。なるようになれ。あれよ。あれよ先日。頼むよ。柱の後ろですか。柱の後ろ。まあ、一応基本的な戦術としてはこう、まあ、こういうとこに隠れてこう撃つとか。はいはいはい。分かってました。分かりました。とか三つのうち1個だけ外れがあるとかないですか。ないですないです。全員どっからでも来ちゃうんですか。どっからでも来ます。本当に割と数の暴力で来るんで。やばい。こっち一人ですもんね。はい、一人です。なんで、まあ、例えばこういうとこにこうトラップみたいなものを、あ、トラップ、はいはいはい、仕掛けておいたりとかですね。なるほど。そういうことが、そのまんまにしといてはくれないですね。トラップね。それはもうどう戦うかは自分次第。柳さん次第でね。一つだけ。おまけしといてっつって。やりしなさい。あ、じゃあおまけ要素としてはこの、はいはい、カントリングが。このガトリング。ガトリングが。もう勝ちですね、これは。あ、いいですね。これはもう。勝ち。えらいことです。あ、でも移動が若干こうね、はい、遅くなってしまうという。移動が遅くなる。一応こういうローリングみたいなことはできますけど。回避で、はい。はいはいはい。移動が遅くなるんで。なるほど。まあ、これをどう使うかが。持ったままにはしてくれないですね。別に使わなくてもいいですね。確かに。そこも選択ができると。はい、そういうことね。うん。それだけに頼ってたら、まあ、どうなるか分からないですかねっていう。弾がね、どんぐらい持つかっていうのもあるもんね。一応、前の前回の時は、はい、多分ハンドガンしか持ってないみたいな、うん、だいぶ切ない感じだったと思うんですけど、今回は一応前のハンドガンと、はい、あとライフル、それしか使わないです。持ってます。あと、いつもの金属パイプ。出た金接あります。金接パイプ、はい、なるほど。武器の方も揃ってるね。はい、そんな感じでやっていただこうかな。おじさんがいる。おじさんがいる。で、おじさんに話しかけるというと、イベントが始まり、敵が来ますよみたいな流れになります。なるほど。あ、もう、あ、もうじゃあ、こっからはもう柳さんの挑戦ということで。なるほど。あ、じゃあ、そっか。え、もう考え、なんかまとまりました、柳さん的な。え、話しかけたらだってもう始まっちゃうんですもんね。あ、もう始まっちゃう。待って、始まっちゃった。話しかけるがあると思ったのね。え、自動でこれ始まっちゃったんだ。もうこれは大ピンチだ。やばいよ、ストーリーも。あ、どう、ダンディ、ダンディ、こういう。 Is this loud now, Tim Koshka? 重要人物だからね。ほら、議員だ。この人は一応この町の議員で、まあ、ある秘密をこの人が握っているっていう情報を
得ていて、そう、まあ、敵も追っているしミハイルもこう、まあ、ある理由があってこう彼にこう保護してきたという、どういうのこれ出てるの、レイナちゃんはそうですね、指名してる人ですかね、レイナちゃんは今日いないのかって、レイナちゃんちなみに足元で死んでる、確認した方がいいですね、そんなことになってるの、レイナちゃん、レイナちゃん死んじゃってるのかよ、I'd have plenty of time to run if I didn't have this bag of air to worry about. I know, I know. I'll get ready. はい。いけるかな、いけるかな。もう予定めっちゃ狂っちゃったんですけど。あ、レイナちゃん。冷静だね。一応こういうシチュエーションのゲームなんか何回かあるんですけど、はい、あの多少その準備する時間があります。今まだ敵いないです。敵が来てない。準備段階。はいはい、ワイヤーが欲しいですね、さっきのね、あれワイヤーは 下を押してもらって、ここでワイヤートラップです、ワイヤートラップ、あ、なりましたね、なるほど、あ、これでどことどこで、ここに繋いで置くとこを決めて、で、引っ張って置くと設置、はい、これで置きました、これで、やって、おー、びっくりした、2人ぐらいは、お、自分では作動しなくてよかったよかったこっちにも、じゃあ、あ、入り口の方にも、これで、まあ、5人ぐらいはやれると思います、はい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 、やれるわ、シャツの方ね、はい、これ、入ってくる、ここに、あ、もう、ちょっと待ってください、待ってください、待ってください、まだ準備が、じゃあここら辺にもう一個、そんな使ってないの、今もう BGM が鳴り始めたんで、あ、来た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 、もう来た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 、え、まだ気づいてない、あ、まだ気づいてない、そしたら、あ、なんか、あ、あ、でも、やったやった、とりあえずやった、ああ、もう抜けてきた、あっちの方よりもあっちの方行かなかったんです、2個やってる方、本当ですよね、どうなんですかね、それ、あ、ちょっと当たらない、ああいう当たらない、前は出てこなかったですけど手を構えてる、ねえリロードリロード中です、そこそこ壁だって壁って、あれ大丈夫、わあ、でも、硬い。硬いね。はい、でも、敵が頑丈なのがある意味、このゲームの特徴で、はい、全然倒れない。シューティングだけで倒すのは、なかなか厳しい。厳しい。そうですね。とか、弾も消費しちゃいますしね。ちょっと回避。これは今、スモークを持っているんですね。スモークを持ってるかな。あ、これにします。これは、焼夷グレネード。燃えてしまう。あ、来てる、来てる。燃えてしまう。あ、近い、でも、ロはい、こう寄せた、あ、近い、こっち向い、ちょっと、ちょっと待ってください、ちょっと待って、テンパってる、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、もうダメですね、私、ちょっと待ってください、まだ、危ない、出血中、危ない。だからライトをつけっぱなしなんです。どうやってつけた？あ、つけました。すごい。重要ライト。あ、来てる。あ、でもなんとか。落ちた。あ、いた。何？倒れ。早い。いや、ちょっと肉弾。そうね。はい。なるほど。はい、こんなあっさり死んじゃったな、こんな感じの場所ですよ、ね、はい、ちょっと近接になるとやっぱきついね、そう、うん、もうあと、あのせっかくのガトリングガンを一切使わなかった、あ、忘れてましたそうだった、めっちゃスルーしました、いや、ちょっとね、来た来たって言ってパニックになったから、パニックここにある、はい、覚えてきます、あ、移動させればいいんですね、自分の好きなところに、はい、ああ、そうかそうか、そうだね、はい、で、なるほど、そうです、まず真正面から、うん、アイテムは作れたりするんですか、しますよ、あのもういろいろ作ってはあるはずなんですけど、プラスで作れるものも、はい、ものもありますね、なるほど、あとぜひこの索敵センサーを使ってください、あ、そっかそっか、はい、敵がどこの場所が分かります、そうか、もう存在すら忘れてます、ごしゃごしゃっと作れます、はい、タレットとかも、けど、え、タレット、うん、それは私の味方だ、そうね、味方だね、はい、大味方だよ、タレットとかも作れますけど、はい、ではどうぞここまで全然ヒントを知らない意地悪が話、あ、でもここで始めてくれるのはすごい優しいと思いました、はい、いいですよ、
あ、もう先に罠を仕掛けてしまう的な感じですか。あ、間違えた。また。そうです。もう私は先に罠を仕掛けます。はい、これで坂本さんが教えてあげてもいいですよ。結局ね、はい、鍋島さんも死ぬかもしれないというか、そんぐらいの難易度なんですね。ちょっと失敗するとやられちゃうっていう。あ、そうなんですか。なので開発の方でさえ、そうこう一個間違うとっていう決まったパターンにはめるみたいなのが難しいゲームなんですけど、はいはいはい、結構その、ね、立ち回りによって向こうも、うん、AI の方もその動きを変えてくるので。そうか、だからこの一つの回答がないんですね。そうなんです、ね、毎度毎度。ファイヤートラップがなくなってしまいます。使ったな。有刺鉄線。有刺鉄線作れん。あ、二個持ってますね。これ持ってます。これは地雷です。あ、地雷。地雷もこれ決まりましたね。つける場所。お、まずどこにつけんだ。もう入り口前に。出た。出た。扉の前にも。完全に知ってるプレイですよ。まあまあこうやって。まあこれはね、まあまあ、覚えていく。確かに確かに。ここにこれ自分で踏んだら。大丈夫です。自分は一応ヒットしないです。うん、であとこう使う前なら回収で、ああ、なるほどなるほど。これは前だね。あ、すごい、あれ間違えちゃった。あ、ちょっとずれてるけど、まあ、まあまあ踏んでくれるかな。そうですね。きっと優しいと思ってるの。いやいやいや。優しくなかったでしょさっき。階段にも一つ。なるほど。すごいね。害虫駆除業者みたいになってるけど。あと、そうです。階段だけだとダメですもんね。こっちの方とかも一個仕掛けて。狭いところに一つ。ああ、なるほど。あ、ま、間違えた。すごい端っこについてあの人の弔いみたいな。拾ってもう一回置けます。こっちに。はい。なるほど。で、鳥には、これは…どこら辺に置いておくか。忘れないで置いた場所ね。使い方は普通の銃と同じですけど、あの、ちょっと押してから弾が出始めるまで時間がある。タイムラグがあるんで。くるくるくるってのがありますからね。それだけ気をつけてください。別にどこでもいいですね、これは。なんで持って歩いたんだよ。めんどくさくなってきた。めんどくさくなってきた。ライトをつけちゃう。あと、罠。有刺鉄線。有刺鉄線は、はい、敵の進行を遅らせる。そしたら、そこに狙い撃ちをできたりすると。ね、じゃあ、ここら辺に。あ、ここら辺に仕掛けて、ガトリングガンで、ああ、はいはい、なるほど。ちょっと見えてきましたね、価値が。本当にここに置いておきましょう。見てる方はそう感じないけど。えこれぐらいでいいんじゃないですかね。なるほど。見てる方どういうふうに反応してるんですか、ね、どうなんですか。海外の方ばかりですね。海外の方が。あ、またライトつけて。これはちょっと鎮痛剤を常に用意しておきます。いつでも使えるように。大丈夫ですよ。よし、行きます。はい。はい、レイナちゃんを救うために。レイナちゃんはもう死んでます。そう、レイナちゃんもね。ダメです。もう救えないんです。救えないけどね。鎮痛剤打ってもダメです。鎮痛剤打ってもダメです。無駄にします。Don't come near me. Stay away. 次こそ頼むよ。クリアします。ね、見せてやってよ、ゲーマー女優として。Calm down. Calm down. My name is Staff Sergeant Mikhail Shuvalov of the Ruthenia Army. 一応見てる方にお伝えすると、はい、このイベントを自分で飛ばせますからね。はいはい、一回見たら、もちろん飛ばせます。またね、何度も見るの辛いでしょう。もう、ジュニーさんに会いたい方がいるかもしれない。自分会いたいですか。別に。ひどい。大丈夫。Let me up there by safe. コシカジ・ミカエル、enemy forces are approaching the council building. 気持ちを。そうなの、落ち着かせて。落ち着かせて。Prepare to engage. I have plenty of time to run if I didn't have this bag of your... コメントとしては、パターンを覚えるんじゃなくて、自分から流れを作るような感じですかね、っていうのが来てます。そうです、そうです。基本的には。なるほど、自分で流れを作る。そうよ。自分で勝ち取ってる。ここ。勝利。これは何ですか。それは防具です。あ、来た方がいいんですか。でも一応もうつけてます。つけてる。じゃあなんかやられてなくなったらここに勝ち取れば。有刺鉄線どこにつけたんですか。あ、左側。これ大丈夫。え、もう待ち構えるだけですもんね。え、もう待ちでいいの。待ちでいいんです。じゃあ索敵とかもさ。
索敵センサー。そう、索敵センサーもやっといた方がいいんじゃないですか、来るときに。違う、これじゃないです。あれ？その右下ですね。右斜め。はい、それです。それです。よし。それをもう索敵センサーは結構長い時間有効なんで、うんうんうん、もうあらかじめ投げておいても全然問題ないです。なるほど、大丈夫だと。変なところに投げてしまいそうです。どこでも大丈夫です。かなり広範囲ですので。ですか、はい、There is no time until あ、もう来てる。投げてた。あ、めっちゃ走りました。でもすげえ。いいよ、いいよ。いや、ピンピンしながらいいんですよ。あ、地雷でも。あ、みんなピンピンしてる。あ、よし、これでバレたか。あ、1バレた。硬っ。いて。さあ、でもまだね、こっちには。こっちに来るんだ。あ、なるほど。自分で誘導。今ね、あのセリフ出てますけど、はい、地雷を解除しようとして解除。やばいやばい。ただ、今上手いのは解除しようとした地雷を爆発させました。さすが。あ、あの人、あっちにも地雷が。あ、あ、あ、今だ、今。私にかかるんで、あいつだ、あいつ今です。なるほど。あ、いや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 、危ない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 。地雷をこっちに行きなさい。あ、なんかパーンって。そうか、時代とかも解除するんだ。そうなんです。箱を登ってますね、あいつ。やばいやばい。上来るよ、上来るよ。そうなんです。あの箱を伝って登ってこれる。あ、ガトリングガンの方。あ、やばい。逆だ。逆だこれ。逆だぞ。あ、もう近いぞ。ちょっと待ってください。来てるってことじゃない。どうしましょう。そうです。今敵がね、あの罠を撃って爆発させてた。あ、そうかそうか。あ、痛い痛い。あります。痛い痛い痛い。痛い痛い痛い。痛い痛い。ババ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 。なんでガトリングガンを使わないの。当たってない。当たってないです。あ、倒しました。一人倒しました。一人倒した。ババ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 。絶対今ガトリングガンとかいいんじゃないか。ババババババ。絶対使わないで。使わないで。移動中です。移動中です。さあ。痛い。硬いです、めっちゃ。もうボディアマが壊れました。あった、危ない。あいつ自分で危ないところに投げてる。あんなのあるんですね。あ、そうだ、そうだ。あー、でも拾うとこに来た。あ、危ない。弾がないですよ。弾がない。そんなことあるんですか。ちょっと打ち切っちゃった。よくある。ハンドガンしかないんですけど。ハンドガンと金属パイプね。あ、取れのガトリング、取れガトリングガンを取る。あの弾を取る。そうよ、そうよ、ガトリングガン。おいいっすね。さあガトリングガンは弾を絶対取らない。弾を拾いに行った方がいい。絶対取らない。なぜこんなかたくなに取らないんだろう。ガトリングガンを取らない。何、親に言われてるの。ガトリングガンは拾うなって。ダメって言われてる。マジっすか。アーマーがなくなっちゃったんですね。あ、いいじゃんいいじゃん。そこでそこで拾って、はい、今もそう。そのまま。お、よかったよかった。あ、で、いいよいいよ。またライトつけてみました。いい感じじゃない。これで、あ、よし、回復。はい。まだ残ってます。これ解除されてるんですか。されてないですよ。置いてある。置いてあるっていうのは使え、使え。まあな。お、でもこれウェーブ戦になっているので。あ、まだ来る。え、じゃあこれ今準備期間中だったんですね。そうです、そうね。オートタレットあるじゃないですか。さあ、お、作戦もやっときましょうか。を投げといた方がいい。確かに確かに。タレットをちゃんと仕掛け。あ、タレットどこでしたっけ。あ、これです。あ、間違えた。これです。よし、いいよいいよ。まあ、準備フェーズ。あ、来た。もう投げたら。あいつやばいです。あいつやばい。ちょっと待ってください。あいつガトリングガン持ってる。持ってんだ。タレット頑張れ。タレット反応してる？なんか撃ってますけど。今狙いどころね。タレットを撃とうとしてる。あ、なるほど。なるほど。今狙いどころだ。狙いどころ。バン。なんで反応がいなの？あ、そっか。あいつ恐ろしく硬いんで。確かに。こっち来ないですね。物ともして。あ、いいよいいよ。タレットがおとりになった。タレットがおとりになってくる。いい感じでおとりになった。あ、弾がないですね。あと動きが鈍いので攻撃力が高い。ガトリングガンは あるよ。そうです。そうよそうよ。取っとこ。ガトリングガン対ガトリングガン。よし。とうとう使った。ちょっとどこに。タレットが壊されました。あ、タレット壊された。おとりが効かない。
お互い足が遅くて何ですかこのなんかドスドス対決みたいな重量戦上の階と下の階にいますよ。こっちの方が動きが、ただあいつはだから回避が苦手なので動きが遅い分、グレネードとかを使うとそれ壁打ってます。そうですね、知ってあ知らなかったですおいい、あ倒した、おいい感じ、おいいじゃんいいじゃん、えちょっとあれこれまさかのやった半分ぐらいですかね。えこれで半分、あえ弾がないんですけど、玉は作れますか？玉は作れません。作れない。どうしましょう。罠を作ればいいんですね。そうですね。罠作れるかな。あ、ちゃんと隠れてるのが偉いです、ね。そうなんです。褒めてもらえば。ファイヤートラップ。あ、来るってよ、来るってよ。造園到着してるよ。ファイヤートラップは1個作れます。な困ります、その急に。来るよ。あー来てる、すごい来てる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 、あっち来てます、あっち来てます、まだまだね、すごいジャンプ力、あどうしましょう、これはちょっとピンチですね。まだでもまあトラップも残ってる、あトラップ残ってる、一応一応私ガトリングガンどこやりましたどこ置いてきた、私どこやっちゃったっけな、どこ置いてきた、こっちのトラップ、あそこにある、あそこにある、あそこにある、バレてない、バレてない、敵にバレてないぞ、探してるのさ、さささ、さささ、さすごい運営なるほど、バックを取る、お集会、あ、待って、ぐるぐる回ってますね、まあ、バレてる、バレた、バレたか、気づかれた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 、ドローンだ、ドローンだ、パパパパ、お、ナイスナイス、あ、来てる、来てる、来てる、ドローン、ドローン壊しました。おかなりうざいので。なるほど。敵も使ってくるんですね。今あのドローンを使うやつを運よく倒せたんで。あ、よかった。これはいいですね。チャンスチャンス。いいんじゃないですかこれ。お、マジっすか。いいな。痛い痛い。この流れやばい。この流れやばい。あ、弾がなくなる。やばい。やばいやばい。近い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 。ああ。やばいってやばいって。これちょっとなんですか。ちょっとかやばいでしょ、やばいわ、パイプで殴る、あれどこ行った、あ、やばいやばいやばい、ここまで来たのに、ここまで来た、あやばいやばいやばい、当たってない、当たって、よしよいしょ、よし、あるほどね、よいしょ、危ない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 、まだいます、またライト、まだいるまだいるまだいる、まだいますね、まだ来る、来る、まだ来ます、まだ来る、本当ですか、もう一回使ってきましょう、よし、鎮痛剤よりも、あとさっきガトリングの敵を倒したじゃない、はい、あ、そっかそっかそっか、でそのガトリングは使えます、なるほどなるほど、あ、来ちゃった来ちゃった来ちゃった、あ、結構下で倒したね、あ、もう鉄パイプしかないんですけど、ほぼすごい弾使いますね、そうね、もう下のガトリングを欲しいとこだけど、あ、弾だ、あ、これ私も鉄パイプをしてました、さあ、いい感じで進んでますよ、あ、違う、すごい、でもこんな長時間生き残れるとは、そうですね、僕は思ってなかった、そうだ、だからヒントもなかなか出さなかったのに、まさか、あ、下に落ちたか、大体、いや、当たってます、当たってあ、行ってる行ってる、でまだまだ生きてますね、この辺は、えっと、おいや、うまい、やったー、あー、そんなとこから現れた、もう危ない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 危危ないよそれ、危ない危ない危ない、それやばいって、やばい、パイプで、よいしょよいしょよいしょ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、機能力回避がすごいかもしれないです、いやいや、めちゃくちゃ受けてたよ、回復した方がいいです、回復回復、あ、間に合うか、回復、治療力、それを使う、それ使いましょう、それ使いましょう、それ使いましょう、まだ後ろ来てる、後ろ来てる、あ、よかった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 、痛い痛い、この、あ、違う、この、領土中だろ、よし、もう鉄パイプ最強説じゃないですか、鉄パイプだね、これ鉄パイプですね、いいですね、やった、ちょっとこれいけるのか、ありますよね、あるね、
え、ありますよね。あるね。あ、なんかすごい改善して。今ガドリング取りに行けたんじゃない？あ、索敵もしといて、索敵。多分次がラストかな。あ、え、本当ですか？そこまで来た、そこまで来た。よし。なんかフラッシュパン？フラッシュパンフラッシュパンですね。あ、ガドリング落ちても、あ、これ私の使ったやつ。そう、使ったやつ。ゼロ、ゼロ。下下といけるか。いけるか。早く。早く早く早く。さささささ。そう言っても早くはならないから。す、よいしょ。いやもう敵が後ろに来てます。来てるって来てるって来てるって。もうか。やばい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 。すげえな。当たってない。ローガードが打ち合う。ああ痛い。左にさっき敵が。こっちのワイヤートラップ全然使ってないんですけど。あ、じゃあそこに来るように。あそこに誰か隠れてる。あれこれガトリングガンちょっと邪魔です。構えが低いんで、あ、そうか、下に障害物があるところで使えるぐらいです。なるほど、あと、あれが使いたいです。何でしたっけ、索敵検査。あ、それです、これだ。さあ、何人ぐらいいる。あ、1人ですね。いけんじゃない、これ。いけます、いけるよこれ。縦持ち。あ、でもハンドガンだ。ハンドガンどうしましょうね。さあ、そこら辺がまた面白いところ。気づいてないですか？初心者がいる数。こんな近くでね。すごい。盾持ってるやつはあの防御力が高いんですけど、武器はハンドガンしか持ってないんで。ああ、よし。あ、まさかの？まさかの？まさかの？これで。さあ、裏から。裏から。おっぱい、いいとこに当てある。いいとこあるよ。いいよ、いいよ、いける、いける。痛い痛い、よいしょ。パイプ最強、パイプ最強。もう一回、まだ死んでない。パイプが壊れてしまいました。あ、なるほど。あ、逃げたな。最強のパイプが壊れてしまった。ロードか。こいつは、あの、弾がないです。こんなに打てる。こんなに打てる。弾がないんですけど。パイプももうダメだ。パイプもある。ハンドガン。リロードが。ハンドガン。リロードです、ね。リロード、リロード。え、硬いですね、この人。硬い。はい。あの、工作兵っていうキャラクターなんですけど、あの、まあ、トラップを解除したり、はい、あと防御力が高い。今ね、どん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 残りのトラップを壊されてる。え、やばいやばい。解除されちゃってるよ。おおおお、そこにいた。忍者か。そうやん、忍者か。痛い痛い、やった。まあ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 、倒しました。すごいな、すごい、敵がラストを迎えたな。すごいすごい、さすが。やったよ。まだあるんですか。いやいや、今クリアしました。やった、すごいね。いや、素晴らしい、おめでとう。これちょっと見直しましたか。素晴らしい。あー、すごい。こんなにね、そんな、あ、これフライドパック。え、あ、もう来た。なんか人いませんか。あれ、敵、敵か、索敵。へー、また敵。あ、敵だ。もうハンドガンしかないんですけど。やばい、そこに弾が落ちた。でもこれ、目の前あれじゃん、私バレちゃう。さっきテストプレイでやったんですけど、はいはい、はめられたのいいでしょ、いいでしょ、そこは。あとは、まあ、やっぱりアイテム使って。確かに。 あと敵のガトリングも、あ、そうですね、全然使ってない、うん、使ってないでしょ。どこ打ちましたっけ。そうね、だからそういうのを、だからね、ここのシーンだけだったらいいんですけど、続くから弾とかもやっぱどんぐらいのね、使っていいのかっていうのも考えなきゃいけないですね。さっきのなんか使わなかったトラップとかは僕回収しておきました。ありがとうございます。なるほどなるほど。ガトリング動き悪いですもんね。まあちょっとね、遅くなっちゃいますけどね。俊敏に行きたいタイプなので。相当強いですけどね。ここのグレネードが効いたんですかね。あ、最初のね。2人か。鉄パイプは直したりとかできるんですか。できません。鉄パイプ大好きですからね。鉄パイプでのし上がってきましたから、柳は、はい、はい、そうなんです。リモートだとあれですよね。これにしましょう。
よし。さあ。チッコトークじゃないと。届くかな。まあ、広そっからちょっとさすがに。きついですよ。あーあ。あ。まあ。さっきの私の勇者はどこ行ったんです か, うですか。もう気づかれちゃいました。特撮のオープニングが始まりましたね、これで。あれ、どか私どこに走ってるんですか。あ、なん、なん、ど、あ、どこ行くの。ここに隠れたいです。あれ、隠れられない。バツボタン。あ、ちょっと見失ってません。お、よかったよかった。これはもうスルーしていいんじゃないですか。ちょっと誘導されたら。あ、なるほどね。もう倒さない、スルーしちゃダメです。弾があるんです。スルーしないでください。スルーしないでください。業務命令です、これ。ぜひ、あの16メートル先のところを見せて。一応、イベントの続きなの、はい、なるほど。じゃあ、ここはもう戦わざるを得ない。あ、バレてる。そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。よく今までバレなかった。ほっとですよね。痛い。きついな。いや、確かに。弾も24発だったらなんと書いてるか。あ、それこそあれですよ。いけるか。グレネードとかを使った方が。そうですよね。今、グレネードの場所を探してました。うわー、近く来てるよ。来てるよ、近く。バレ投げてきて。痛い。痛い、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 痛くない、まだ。大丈夫、大丈夫。うまい、うまい。うまいですね。そうなんです。そう。謙遜しないね。あれ、遠く行っちゃいました。これ、解除、どうやって読めるんですか。夏ボタンで。あ、はい、あ、よかった。これ、今の位置ですね。いやいやいや、やられてるやん。あばい。ハンドガンの弾を拾って。さっき拾えたのに。まあ、いろいろ方法はあります。あのスモークグレネードとかを使って、はい、敵 の, あの視界を遮っておいて、でそれから撃つとか。翻弄します。私はどこにいるのか。いや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 、どっから出るでしょうかじゃないですあ、バレてますね動き見てますね、さすがにね。あ、すごい。何ですか今の。飛びました。飛んだね。扉も閉められるっぽいよ。あ、閉めましょう。正面側に回って、外出た、外出た、外出た、逆に。なんで外から閉める。礼儀正しく外出ただけじゃん。ちょっと違いました。逆だった。さっきのはどこ行ったんですか。私のさっきのすごい腕は。いやいや、もうなくなりました。もう腕が落ちましたよ、これは。ちょっと、そう、何回もミラクル起きない。そうですね。今たった2人にこんだけ手こずってる。そうっすね。敵がだめ。まずい、まずい、まずい、まずい。止血、止血間に合わない。そうか、ギリギリ間に合う。ギリギリ間に合った。奇跡、奇跡。ちょっと間に合ったぞ。これ今足ぶにっちゃってますよ、ね、ちょっと頑張って、頑張って。ちょっと危ない、危ない、危ない。怖いよ。怖いよ、後ろ。右いるよ、右。楽しい。まあ、今使った蘇生剤、本当貴重なアイテムなんだ。はい、そうか、それをもう使ってしまった、はい、めったに手に入らないですけど。やばいぞ、はい、ここぞって時に。危ない、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 危ない。もう一気に、一気にやられて、蘇生剤の無駄遣い。さあ、どうなる。どっちか一人をまず、ね、しかし粘りますね。うん、この生命力はすごい。しぶとい、しぶといですね。しぶとい。敵も思ってると思いますよ。いや、これは無理ですよ。これはもう無理です。膝って。やばい。パイプないですか、パイプ。パイプないです。確かに。死なねえな。死なねえな。本当にすごいな。おお、倒した、倒した。倒した、倒した。倒した、倒した。あ、あと、あと一人。あと一人だから、ちょっと。隠れて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 、いけんのかこれ、まさかまさかの。どこにいます敵。正面、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 赤の、赤のとこもある。あそこの、あそこの土のうの影に隠れて。いや、いいよこれ、いいよ、1対1までもう持ち込んだよ、まさかの。さあ、いや、来たよ、ここまで来たよ。こうだったらちょっと倒してほしいな。これ13発しかないぞ。そうですね。考える時間ない。相手もあー、いるいる、後ろかけてもらえ、壁に続いてますね、こっちに移動したの。グレ
ネードを投げるとかもあるんですが、気づいたらパイプ引っ掛けしてる、ね、そう、スモークグレードで使えない、はい、それはもう使えないです、真っ赤になってるんで壊れてます。振っても振っても何もない。あー投げられた、投げられた、投げられた、あーやばい、ミリだよ、やばいよ、やばいよ、バツバツバツ、やばい、スサがやばい、やばい、これはまた来るぞ、こっちも投げたらいいさ、そうですね、投げたらいいさ、びっくりした。でもどこら辺に投げられるんですか、敵のとこだ、敵のとこ、どこら辺、見て見て、敵を見て、あ、危ない危ない、どこにいらっしゃるんですか。ずっとしてるとまだ投げてきます、投げてきますよ、来るよ、ここら辺かな、あ、当てて、棒に投げて、あ、当たった、まさかのノールックで、ノールックで投げた瞬間が当たった。あんな、そんなことする人初めて見ました、俺。すごい、いやだけども果たしていいのか、これで、ちょっと、ちょっとね、ゲーム制作者として自信がなかった発売前にノールックでちょっとグレネード当てる人いるんですね。いるんすね。あれ当たらないとちょっと思いましたけどね。私、センスありますか。センスあるな。ちょっともう、回復めっちゃなくなっちゃいました。そうですね。あの、しかもさっき。Replaying message. Brr, it's so cold. It's supposed to snow later tonight, so be careful coming home, okay? I guess you've probably taken off by now. Let me know when you land.Find a way to survive. That's been your only option since the beginning. Registered as subject of protection. Commencing guidance to shelter. Come on, at least pick up your gun. Oh, that's something. Break time, rookie. Now the game is over. Maybe we'll get to play again sometime.
better hurry. You won't live forever. Koshka, please report. What happened to us? This is Staff Sergeant Mikhail Shuvalov of the Ruthenia Army. My mech was badly damaged in the fighting. Koshka, please report. The invading Garmonian troops have advanced to the heart of the city. Novoslava City's defense forces are retreating from all quarters. The situation is grave, but you are still alive, Mikhail. HQ, come in. This is Captain Olga Kalinina. I'm on my way to talk to a person of interest regarding the disappearances happening all over Novoslava. Ruslan Ismailov, former leader of NGFP. He was confirmed dead 2 years ago. Tell me where Ruslan is. I'm going after him. Leonid Osterman, a former member of Ruslan's liberation group. He was arrested, charged with murder, and sentenced to death, and executed later that year. He pulled the wool over all of our eyes! I was framed! If Ruslan's alive, then I can only imagine I have him to blame for it. Lieutenant Borodin. Some people deserve to die. I suppose that's something you'll never understand. This is war. Look here, veteran. One misstep will get you killed. His pilot suit resembles those used by the Zaftra army. Run, Mikhail. Run for your life! No way am I just going to leave you here. I have a responsibility to protect you. Ah, what tragedies we speak of. Then again, that's all history is. One tragedy after another. I just want to know why. Why you did it! The dawn of the 21st century saw the world's powers shift away from the traditional state structure in favor of economic blocs. Full-blown wars became things of the past, though proxy wars stubbornly persisted. Such conflicts gave rise to Wanzers, bipedal weaponry capable of fighting across all types of terrain. The very advent of these revolutionary machines, however, spawned new disputes. For all its efforts to forge a better world, humanity had learned nothing. December 2127. The Republic of Garmonia, located near the Black Sea, abruptly declared war on its neighbor, the Republic of Ruthenia, when it invaded the border city wedged between the two countries, Novoslava. The sudden attack overwhelmed the Ruthenia Army Defense Forces, and it seemed the battle was over in the blink of an eye. And yet, for those bloodied but unbowed survivors caught in the ensuing chaos, the fight was only just beginning. Koshka, how's the battle going? The Garmonia army is advancing throughout Novoslava. Find a way to survive. That's been your only option since the beginning. What the hell is going on? Everyone said it wouldn't come to war. Official records confirm the death of condemned inmate D-105. You. There are only two things you're responsible for.
surviving and saving the civilians. I swear, I'll protect you. It's up to you to decide whether you'll do it or not. Run for your life! これはあの状況としては3人の主人公のうちの1人あの女性のキャラクターが、まあ、ある建物の中で敵にまあ襲われているというか、はい、まあ、取り囲まれてしまってここから逃げようとしているというシチュエーションです。で、まあ、あのパッと見いわゆるシューターゲーム、はい、TPS に見えると思うんですけれども、ね、はい、あの結構特徴的なのがもうすでに彼女はあの弾がないというか、あら、あの持ってる武器がハンドガンとそれの弾だけになっちゃってて、はあはあ、で、まあ、ここからどうしようっていう、そういうあのそこを面白がってもらいたい、そういうゲームで、実際あの、まあ、攻めてくる敵に対して圧倒的にその弾が足りないので、ここではあのいろんなトラップとかを使って敵をはめて倒そうとしてます。で、まあ、今あの煙幕みたいなものを貼ってますけど、はい、貼ってますね。でそれであの敵の目をごまかしてる間にこう、ワイヤートラップみたいなものですね。はあはあ、本当だ、貼ってる。貼ってるんですけども、はい、このこういうアイテム自体もいろいろもっとあの、まあ、例えば空き缶とか布とか、突然戦争が起きたというシチュエーションなので、うん、アイテム自体も直接手に入るわけではなくて、はい、そういう一見役に立たないものをいろいろ手に入れて、それを組み合わせていろんなものを作るって、そういうクラフトの機能があります。おお、今発動しましたね。なので、まあ、単純にこう敵をバンバン倒していくというよりは、基本的に常にプレイヤーが追い詰められているので、それを自分なりの創意工夫で、攻略していくって、そういう、まあ、思考性の高いゲームになってます。ちょっと頭を使って切り抜けていくという、そうですね、要素も入っているというですね。 ここも、まあ今敵の姿が実はこうライン赤いシルエットで出てると思うんですけど、はい、あれもちょっとレーダーみたいな特殊なアイテムをクラフトしていて、それを使って敵の姿を浮かび上がらせていると。あ、じゃあもうこれはちょっと拾っていろんなものを作った状態ということなんですね。そうです、そうです、はいはい、で、まあ、何も考えないでこのままババーって進んでいくと、はい、あのままなんかこう待ち構えている敵に撃ち殺されて終わりみたいな感じ、蜂の巣になっちゃうんですね、になるんですけど、まあ、僕が言ってる難しい簡単じゃないというのはそういう意味で、うんうんうん、あまりこうなんだろう、何も考えずというか無防備に突っ込んでいくとやられてしまうので、はいはい、じゃあどうしようっていうところを考えて自分なりの攻略法を選択してほしい、そういう遊びができるゲームがレフトアウト。確かなかなかなかったですね、そういうタイプのゲームは。今だからまあ、人によってはというかプレイの仕方によってはシューターにもなるし、はい、そのトラップアクションにもなるし、で場合によってはその敵に見つからないように、いわゆるスニーキングプレイみたいなことが有効であったりもするので、はい、そういう攻略の仕方を考えて選択していくっていうのがレフトアライブの遊び方。はあ、面白い。だからここに来るまでに例えばちゃんと探索をして、うんうん、弾を仮にいっぱい手に入れていれば、シューティングアクションとして敵をバタバタ倒してこの状況をクリアするっていうことももちろん可能。なるほど、なるほど、そうかそうか。打ちたい人はまあそれが、まあ、弾がないといけないから、はい、それができるようなプレイをしてもらえればいいし、プレイをした方がいいということ。で、このゲームはシチュエーション的にやっぱり敵が攻めてきてっていうところ状況なので、今までのフロントミッションとは違ってバンツァーは基本的には敵として出てきますよ。で自分は人間なんで、ものすごい脅威になる敵。そうですよね、まあ、見つかったら即死ぬみたいな。めちゃ逃げてもちょっとすぐ追いつかれちゃいますもんね、やつが街の中をうろうろしてるんで。うわ、怖いな。それを、まあどうにかしてくださいっていう状況になることが多いんですけれども、はい、まあ、そんな中でもその敵のバンツァーを奪ってそれに乗ってもう対等な関係になって戦うっていうシチュエーションもありますし、なるほど、今だって動かしてますもんね。そうですね、これは実際のプレイヤーが乗って、はい、ルバンツァーで敵のバンツァーを倒してるっていうシチュエーションです。はあ、
で、あの今までのフロントミッションにあったあのパーツを組み合わせて遊ぶみたいな要素は、まあ、あのゲームのシチュエーションがシチュエーションなんで、あの今回はないんですけれども、あの、まあ、このバンツァーで遊ぶところにもやっぱりその選択の要素を入れていて、あの敵を倒すとその倒した敵が持ってた武器を今ちょうどそうです、ね、拾って使うっていうのができるようにしてあります。なのであの強い敵が出てきたら、強いバンツァーが出てきたら当然脅威ではあるんですけど、はい、 そうですね、そいつを倒してしまえばその武器を自分のものにすることができるので。へー。 Be alert. Someone is approaching you from behind. Apologies, mon ami. I wasn't trying to sneak up on you. The name's Patrick Lemire. I'm a freelance reporter.これはあのゲーム内 の, あ, の、まあ、あるシチュエーションで、そのこの男性の兵士のキャラクターが、まあ、この黒人の記者の男に遭遇するというシーンですね、はい。で、まあ、いわゆるイベントシーンなんですけれども、そういうこのイベントシーンの中にも、まあ、会話のやり取りの中にいろんな選択肢が出てきます。でその選択肢でをどう何を選ぶかによって、まあ、そのキャラクターの受け答えが変わったりだとか、その物語の展開がちょっとずつ変化していったりっていう、そのお話の展開の中にもあのやっぱりその選択の要素、僕さっきから何回も選択っていう言葉を使ってると思うんですけども、そのこのゲームの大きなそのキーワードというかコンセプトにしているのがその選択っていう要素なんですね。そのストーリー部分もそうだし、そのゲームプレイの部分においてもいろんなところでそのプレイヤーの方に選択をしてほしい、いろんなことを考えてもらえるようなゲームにしていってるので、というこのお話の中にもあのいろんな選択肢があったり、それによってゲームの展開が変わっていったりもします。であとちなみになんですけど、あのちょっとこれもまだ言ってない情報なんですが、あら大丈夫ですか、あのゲームのプレイしている主人公の、まあ、パートナー役っていうか、はい、あの公使かっていう、はい、その通信機能を持った AI みたいなものがパートナー役として存在していて、でこのシーンの中でもそのキャラクターがいろんな助言をくれたりとか、ゲームの攻略の中でもあのいろんなアドバイスをくれたりする機能を持たせているので、そういうとこもちょっと楽しんでもらえたらなと思います。いいですね。確かにオープニングの、ね、トレーラーまずね、その呼ぶとこから始まってましたからね。はいはい、うん、こうしかあのロシア語で、猫っていう意味なんですけど。あ、そうなんですね、はい。でこれはあのさっきと同じ主人公が、まあ、ある、なんだろう、敵の軍隊が、この町に残っているその民間人を殺そうとしているところに遭遇するというシチュエーションです。で、さっきはあの会話の選択肢を選ぶという感じで、選択をしてもらったんですけども、はい、今回はそのプレイヤーの行動自体が選択肢になるっていうパターンですね。そういう方向性ですね、はい。で今あの敵の兵士がその拘束した民間人を、殺そうとしているところで、でそれに対して、プレイヤーのキャラクターがどうするのかと、で、まあ、攻撃してもいいし、このまま素通りしてもいいというか、うわ、見逃してもいいんですけど、当然攻撃したら戦闘になるので、あーちょっとこれ一旦ホームボタンでいいですかダメだって。この選択肢はそのリアルタイムがちょっと悩みますよこれは。でこれわざと今放置してるんですけど、はい、このままほっとくと兵士が民間人を、ね、今3人いるんですけど1人ずつ順番に殺していきます。いや究極の選択が、なんでリスクを犯したく、あ、今失いました。一人やべやべ、どうするどうする。でこの動画だと、はい、攻撃を仕掛けて助けるっていう選択を選んでるんですけれども、まあそれをやらなくてもいいし、あるいはここにたまたま来た時に攻撃手段がほとんどなくて、あーそうか、助けることがそもそもできないみたいな場合があるかもしれない。すげえジレンマですね。途中でね弾使っちゃうと全然、そうですよね、何もない。
何にもないからもう助けることもできないけど目の前で見過ごすことも、割と映画の中に自分が入った感じですよね。そうですね、そこで選択できるんで、はい、主人公になった感じですからね。で、あのこういうその民間人を助けるっていうのは、まあ、いわゆるサブクエストとして存在していて、そのメインのストーリーとは独立しているので、あの別にやらなくても構わない、はい、しやったところで必ずリターンがあるとは限らないんですけど、あのそれぞれの、まあ、この人物たちっていうのは、うん、きちんとあのゲームのコマではなくて、はい、あのちゃんとバックボーンが存在していて。Koshka, how's the battle going? The Garmonia army is advancing throughout Novoslava. Find a way to survive. That's been your only option since the beginning.What's going on? Everyone said it wouldn't come to war. Official records confirm the death of condemned inmate D-105. You. There are only two things you're responsible for. Surviving and saving the civilians. I swear, I'll protect you. It's up to you to decide whether you'll do it or not.Run for your life!